大田道館は、室町時代後期に、関東地方で活躍した武将。武蔵守護大、大木谷上杉家の火災。摂津源氏の流れをくむ大田氏。忌名は好きなが大田助清の子で、火災職を継いで、京徳の乱、長岡景春の乱で活躍した。江戸城を築城したことで有名である。武将としても、学者としても、一流という定評があっただけに、暴殺されて、 この世を去った悲劇の武将としても名高い。以降、本校では便宜上、同館の故障を使用する。県庁寺走門影響4年、鎌倉久保を補佐する関東関連植杉氏の一族である大木谷植杉家の火災を務めた大田助清の子として生まれた。陽名は、鶴千代。埼玉県小瀬町では、江戸時代に書かれた新編武蔵風土記構の記述から、 町内の大和座流が谷座ざさん枝庵を生誕地とする伝承がある。影響期などによると、鶴千代は鎌倉御山で学問を治め、足利学校でも学んだ。文案三年に元服し、助長を名乗った。京徳二年一月十五以上に少女し左衛門の少尉は、序元。関東管令上杉氏は、三内上杉家、犬剣上杉屋、竹間上杉屋、 大木谷植杉家に分かれ、このうち山内家と犬掛家が力を持っていたが、植杉全州の乱で犬掛家が没落した後は、山内家が関東管領職を独占し、大田市の主君大木谷家は山内家を支える分家的な存在であった。大田道館の顔父、スケキヨが主君大木谷植杉持友を補佐していた時代に、鎌倉久保を、 足利持氏と関東管領山内上杉乗り棚の対立から、影響の乱へと発展し、持氏は室町幕府軍に滅ぼされ、鎌倉公方は中絶する。後と二幕府によって、持氏の子、足利重氏が鎌倉公方に、乗り棚の長男、山内上杉乗り棚が、関東管領に任じられると、乗忠の義父である持友の要望により、大田助清が山内家火災。 長岡毛中と共に関東官霊である森忠を補佐した。長岡毛中は大田助け企の義父で、道館にとっては母方の祖父にあたる。交渉元年頃には品川港近くに大竹は館を構えたという。同年十二月、生後一日に少女し、備中神となった。ところが、京徳三年、森忠が足利主義氏に暗殺され、上杉一門は、 幸福に立ち上がって、武蔵高安寺にいた重氏を攻めたものの、翌京徳4年に部外河原の戦いで帰り討ちに遭い、当時の大北に家当主、上杉秋夫んも撃たれてしまう。室町幕府は、足利重氏討伐を決め、駿河旬を今川の利忠率いる幕府軍が鎌倉に攻め寄せる。敗れた重氏は、下宇佐古賀城によって抵抗。重氏は、 上杉氏に反感を抱く関東諸省の支持を集めたため、関東地方はほぼ、利根川を境界線として、小学坊陣営の東側と関東管理陣営の西側に分断された。交渉2年、父、道真から家督を譲られた。以後、同館は、上杉精神、定政の大喜に家2代にわたって補佐して、結果的に28年にも及ぶ教徳の乱を戦う、ことになった。 小学坊側と戦うために早急に防御拠点を築かねばならず、秋房さし後に、大木谷家当主に復帰した、持ちの命で、交渉2年から長6元年にかけて、大田道真、道館府氏は、武蔵区に入間郡に、川越城、埼玉郡に、岩月城を築いた。江戸城が一貫さらに、小学坊側の有力武将である暴走の千葉氏を、抑えるため、両勢力の境界である、 当時の根川下流域に城を築く必要があった。道館は江戸市の領地であった武蔵国豊島郡に江戸城を築城した。江戸時代の地市、新編武蔵風土紀港では道館日記という記録からの引用として道館が霊夢の告げによって江戸の地に城を築いたとある。また、関八州古泉六には品川沖を航行していた。 同館の船に球場という魚が踊り入り、これを吉祥と喜び江戸に城を築くことを思い立ったという話になっている。これらの霊団は弱体化していた江戸市を遠極に退去させるための口実という説がある。江戸城が完成して品川から館を移したのは長六元年4月8日であったと言い伝えられている。江戸城の死後として、日枝神社をはじめ、 地土神社や平川天満宮など今に残る多くの神社を江戸城周辺に誕生、造営した。後に徳川将軍家が拡張した江戸城を転用した皇居には現在も同官号の名が残る。江戸城城主となった道官はここで兵士の鍛錬に勤しみ、城内に湯場を設けて子卒に日々稽古をさせて怠ける者からは罰金を取りそれを兵たちへの茶台に当てたという。 書士を求めて、兵学を学び、ことに、駅教に通じて、当時の軍配者の必須の教養であった駅学を収め、また武教七書にも通じていた。大高府によると、室町幕府官僚、細川勝元に兵将を送ったとされる。道館の標法は、足軽軍法と呼ばれた。これは、それまでの騎馬武者による一騎打ちを排して、当時、登場し始めていた足軽を活用した。 新時代の集団戦術と論じられることが多いが、実のところ、大田焼に名称だけが書かれているだけで、実態は不明である。飛鳥正地万里修などと交流して稼働にも精通して、様々な和歌が残されている。有名な山吹の里の伝説はここから生まれた。文明元年から文明六年頃に、著名な歌人の心系を品川の館に招いて、 レンガ会を催し、これは、品川宣区と呼ばれる。また、文明6年には神経を繁者に、江戸城で歌合わせを行い、武州江戸24番歌合わせが残っている。長六2年、八大室町将軍、足利義政のイボに、足利政友が関東に下校したが、小学坊との戦いは膠着していた。大田焼によると、干渉6年に同館は上落して、 将軍よ政に関東性筆の策を根上したとある。この上落については、他の資料に所見がなく、疑問とされているが、近年の研究では、干渉三年に、大木谷持友が、堀越久保正友と対立して、正友の側近、渋川義教の残言によって、大木谷持友に、無本の疑いをかけられて、三浦時高、大森宇治より、佐根より伏、 千葉さねたら大木谷家の重心が陰遁するほど深刻な事態に陥ったため両者の対立の収拾に数年かかっていたことが明らかとなっている。同官が大木谷持ち友に代わって幕府に対して弁明あるいは関係修復するために上落した可能性も指摘されている。文章元年関東関令山内房明が死去。前年から 上杉法は、武蔵磯子に城を作り、小学坊側と退治していた。この伊カゴ人の以後、十八年にわたり両軍は退治することになる。山内家は、越後上杉家から養子に入った、上杉秋貞が継いだ。翌王仁元年に家で、王仁の乱が勃発。同年、父、道真が長年仕えた、王木谷持友が死去。 あと孫で16歳の上杉精神が継いだ。文明3年、小学坊側が、後世に出て、武蔵国を突破して、箱根山を越え、チョークして、堀越久保を、正友のいる、伊豆国へ進撃戦と図った。上杉方は、小学坊軍を撃退して、小賀城へ逆襲して陥落させたが、足利重氏は、千葉高種を頼って落ち伸びた。一旦は、 上杉法が優勢となったが、茂氏方は反撃に出て、文明四年に古賀城を奪回し、文明五年にはイカゴの陣を強襲して、大木谷精神を討ち死にさせてしまう。若い聖馬には、子賀おらず、道官ら老神が協議して、精神のおじに当たる上杉定だを、大木谷家当主に迎えた。この頃に出家して、単にすない,いよいよ、三道官、または道官と称した。 道館を名乗り始めた、正確な時期は不明だが、道館名義の書出は、文明6年6月の歌合わせ記事である。文明5年、山内家火災、長尾影信が死去した。あと、子、長尾影春が継いだが、山内秋貞は、火災職を影春ではなく影信の弟、長尾忠影に与えてしまい、これを影春は深く恨んだ。文明8年2月、 駿河守護の今川義忠が、とう御国で討ち死にし、家督をめぐって、維持の龍王丸といとこの小鹿のリ密が、争い内紛状態となった。小鹿のリ密は堀越久保の出事、犬剣上杉正則の娘を母としており、同館は、小鹿のリ密を家督とするべく、犬掛正則と共に兵を率いて、駿河に入った。この今川氏の家督争いは、 龍王丸のおじの伊勢シンクロが仲介に入って、小鹿の李密を龍王丸が成人するまでの家督代行とすることで、和談を成立させ、中流していた道館と犬掛正則も撤兵した。別本今川記によると、この際に道館と伊勢シンクロが会談して、伊勢シンクロの提示する調停案を道館が了承したとある。従来、伊勢シンクロは、 同館と同じ影響4年生まれとされ、主家に尽くした、中心同館と下国城の共有騒運とのタイプの、異なる、同年齢の名称が会談したエピソードとして有名であるが、近年の研究によって、伊勢新九郎は、ソローニ人ではなく、将軍直進の名門伊勢氏の一族であり、年齢も24歳若い交渉2年生まれ説が有力となっている。 長尾影春の乱関系図道館が駿河に出張していた同年6月、長尾影春は八方城によって小学坊と結び挙兵した。長尾影春はいとこである道館に謀反に加わるよう誘った。道館はこれを断り、四君、大木谷貞だと、父、道真もいる五十四の陣に赴き、関東官令、山内秋貞へ長尾影春を懐柔するために、 長尾忠景を一旦知りづけるよう進言したが、山内秋貞は受け入れなかった。事前の策として、長尾景春を武蔵国守護台につけることを提案したが、却下された。それでは、直ちに長尾景春を撃つ、よう進言するが、山内秋貞はこれも受け入れなかった。翌文明九年正月、長尾景春は、以下後の陣を吸収し、山内秋貞、大木谷貞政は、 大敗を喫して敗走。長岡毛春に味方する国人が続出して、上杉氏は危機に陥った。さらに、石寺以上の都島安恒が長岡毛春にこ応したため、江戸城と川越城の連絡が立たれる事態となる。同年3月、同館は兵を動かして、長岡毛春方の溝木城,城と小磯城を速攻で攻略。江戸城の資金による都島市は早期に滅ぼさねばならず。 4月、道館は兵を発して、豊島安常、大名兄弟を、江戸田、沼袋原の戦いで撃破し、そのまま石寺以上を落として、豊島氏は没落した。5月、道館は、洋土原の戦いで、長尾影春を破り、影春の本拠、八方城を囲んだが、小学坊重氏が出陣したため撤退して、早期に影春を撃つ後期を逃した。道館は、 上野国へ進行して塩入りばられ、長尾影春と退陣するが、決着はつかなかった。道館の東本清掃の活躍により影春は、早々に封じ込められた格好になり、翌文明10年正月、小学坊重氏は和議を打診してきた。同年4月に、武蔵の小机城を包囲した。大田焼によると、城の守りが堅固な上に、攻めてが小勢なため包囲は、 数十日に及んだが、道館は、小机はまず手習いの初めにて、色葉にほへとちりじりになるというザレ歌を作って兵に、歌わせ、指揮をこぶして、これを攻め落とした。続いて、長岡毛春方の諸城を落として、相模から一掃。12月に和議に反対する古学坊の有力武将であった、千葉高種を、境根源合戦で破り、翌年には、 高種と千葉市投手の座を争っていた千葉地種を、擁して、老いの大田助忠を、暴走半島に出兵させ、反対派を一掃した。だが、千葉市の拠点の一つであった、宇水城攻略中に助忠は戦死、宇水城を落として、千葉高種を放逐したものの、大田軍が撤退するとすぐに高種が巻き返して、地種が勢力を下佐から一掃したために、 千葉高種と長岡影春の連携を立つという目標は達したが、もう一つの目標である千葉地種の下佐復帰は達成できなかった。その後、道館は文明16年に馬橋城を築城しており、甲種を建制するとともに、下佐に進出する拠点を確保するが、道館の死によって大木谷上杉勢力は馬橋から撤退することになる。 なおも抵抗を続けていた、長岡義春も、文明十二年六月、最後の拠点である、日野城を道館に攻め落とされ没落した。そして、文明十四年、小学坊重氏と、両上杉家との間で、都比合体と呼ばれる和議が成立。三十年近くに及んだ、京徳の乱は終わった。道館は三十数回の合戦を戦い抜き、ほとんど独力で、 上杉家の危機を救った。大田道館上で山内家が部、上野両国を支配できるのは私の功であると自ら述べている。道館の活躍によって主家大木谷家の勢力は大きく増した。それとともに道館の威望も絶大なものになっていた。定政は家臣である道館が優れた、統率力と戦略で敵を圧倒し、その功を誇って、 主君を軽んじる風も見られたとし、道館の意見を用いないなど反感を持っていた。影響期は道館が人心の離れた山内家に対して謀反を企てたと記している。また、大木谷中が江戸、川越領城の補修を怪しみ大木谷さ正まさに残言したともある。道館はこれらの中傷に対して一切弁明しなかったが、大田道館上で道真。 道館不死の功績が正当に評価されないことに、不満を抱き、主家の礼遇に対する不満を取ろしている。また、万が一に備えて、着難の助康を和議の人質を名目として、小学坊茂氏に預けている。文明18年7月26日、大木谷貞政のかずや館に招かれ、道館はここで暗殺された。去年55。法名は、第一次伝 窓か道館大古児、また、かつき院伝春園上昇道館大古児、大田助丈によると、道館は入浴後に、風呂場の小口から出たところを、蘇我兵庫に襲われ、切り倒された。死に際に、東方滅亡と言い残したという。自分がいなくなれば、大多谷上杉家に、未来はないという予言である。道館暗殺の遂行にあたっては、 力が強くなりすぎた道館が下国城で自身にとって変わりかねないと恐れた大木谷貞政が自発的に暗殺したとも大木谷家の力を弱めるための山内明貞の画策に大木谷貞政が乗ってしまったとも言われる。上杉貞政消息の中で大木谷貞政は道館が火星を独占したために家中に不満が起こっており、 また道館が山内や貞に謀反を企てたために打ち果たしたと述べている。また雑説だが江戸時代の岩月公団に道館暗殺は北条総運の陰謀であるとの話が残っている。道館暗殺により道館の子、スケスはもちろん大木谷上杉家についていた国人や地侍の多くが山内家へ走った。 大木谷貞正はたちまち苦境に陥ることになり、翌朝京元年、山内明佐だと、大木谷貞正は結立し、両上杉家は、朝京の乱と呼ばれる歴年にわたる構想を繰り広げることになった。やがて、伊勢総唯が関東に進出して、後北上氏が対等。総運の孫の宇治康によって、大木谷家は滅ぼされ、山内家も関東を追われた。 クオンの像や吹の里の石碑三冠清水の石碑、大田道館首塚日暮里駅前にある、大田道館像。ありがとうございます。